小林栄拓が、保木山影勝明治17年4月5日は、明治時代のジャーナリスト、号は投領。江戸時代後期、お師藩藩主家に生まれ、後に、神田明神社家の養子に入った。明治維新後、毎日新聞の源流東京日日新聞に関わり、特に雑報を得意とした。明治13年より、古書保存賞句を受賞し、入手した気候本を、 ガジカンガとして観光した。文政十二年、お主藩士、白木三江門の次男として生まれた。若い時には、江戸幕府に仕え、海江六年松江藩主、松平人志陰居騒動の際、幕府派遣の使者に同行したという。後に、神田明神社家、保山治療の養子となり、家徳を継ぐ。青年の頃、大沼鎮山に死を学んだとされ、海江三年、 同人衆の、白木玄、白木玄の、明治8年、下谷銀社氏の、保木山慎は、影勝と目されるが、大沼家に現存する、鎮山関係の資料に名は見当たらないという。明治2年、時英国、江沢温子、本田俊春未と大学姿勢を拝命し、明治3年の、職員録に、藤原影勝として乗るが、間もなく退職した。明治5年日報社に入社し、 10月に創刊した、教林新報は、影勝の手によるものともされる。明治7年、岸田銀行と共に日報社編集人となった。明治8年6月新聞紙条令が施行されると、東京日日新聞では、沖山影勝が二度罪を被ることとなった。明治8年にはジャーナリストが、言論弾圧に屈せぬ、ようこぶする20歳少年の当初を掲載したことが、 問題となり、編集長代理として、名が載っていた、沖山影勝が、罰金10円、自宅金庫30日に処せられた。さらに、翌年1月19日には、斜説抑圧のせいに陥るが咎められ、5月18日、仮編集長だった影勝に、金庫3ヶ月が言い渡された。明治9年から10年3月まで、 通俗氏が事情編集長権勤務人を務めた。後、明治11年人手不足の大阪日報社の編集を助けるため大阪に登った。帰郷後、明治13年には京橋区西高野町9番地に住んでいる。明治11年、世上日曜蔵氏を創刊した。明治13年、十平一覧と解題。明治17年4月、日報社の職場で倒れ、死去した。 母書は、千台木千年寺。なお、以前、落ちくぼ物語紹介の著者とされていたが、無関係と判明した。ABC、国書人名治典第4巻、P305、ハット ABCDEFGH 今吉健一郎、毎日新聞の源流、毎日新聞社、昭和63年、P162 から166、二郎略伝吹き ABC 隅田良子編集。 新聞記者記工伝書編、隅々章区明治14年1月、毎日新聞の源流、P214、関易録、関案、明治3年須原ラやモヘイ、1870、P81 裏へ B、毎日新聞の源流 P194、ありがとうございます。